ございます。今日は足立に来てます。理由はクレイジーシャフトを打つためです。お願いします。今日よろしくお願いします。はい、クレイジーシャフトの吉田さんです。よろしくお願いします。吉田さんはあの有名な女子プロの吉場瑠美さんのシャフトとかもクラブ作られてるんですよね。そうですね、はい、担当させていただきます。はい、というすごい方に私も今日見てもらいます。で早速ミッティングに入りたいと思います。一応仕様的には、はい、まあ長さ 44.5 インチのウェイトが 279.8g、はい、バランスが C7、はい、まあ、振動数が 218cpm。 女性でなかなかファイヤー入れて1本のヘッドで来る人は少ないです。これ7年使ってて、この間に多分5本ぐらい分けしてるんですけど、全部戻る。なるほど。結局飛距離、それとも、はい、幅、距離と想像ができるんですね。打った時にチーピン出るとかスライス出る理由がこれだと分かるんですけ ど他だと、なんでみたいな、なんで急にこっち飛んでいくのとか結構あって。なるほど。はい、じゃあちょっともっと扱い、打ち出し角15度、まあ最高飛距離を出すために15度前後って打ち出し角がベストだって言われてて、バックスピン量が大体1700から2500回転以内で推移していると、いわゆるこうロースピンのドローンとした、まあ、適正スピン量で飛んでいってくれるっていうのと、まあ、ミート率も 1.4 ぐらい出ると本当はいいんですけど、もうほぼほぼ完璧な 1.38、 初速も出てますし、このデータ的には非常にいいです。はい、例えばじゃあ今悩みっていうか、このクラブに対して、まあ、距離伸びるんだったらもっとしたらですね、っていう方向が基本ですよ。現状非常にクラブ合ってるクラブになってるので、まあ、そこからちょっと飛距離がどう伸びるか。一番そうですよね。結構でも絶対重いんだろうなって思いました。こうやって持った時に感じる重さっていうのはヘッドのバランスのことが多い。だから逆に総重量がものすごい、例えば今さ270ちょいじゃないですか、はい、310g ぐらいあってもヘッドバランスがものすごい軽いと軽く感じるんですよ。硬さはどんな印象は、ちょっとでもなんか負けてる感じがします。振り遅れ、はいはい、な気がします、はいはい、少し、うん。ちょっとフレックス違いを一回じゃあ。これが今のクラブの仕様に近い。近い。こっちの方が振りやすいです。あれ、めちゃ飛んでるよ、さっきより。自分のクラブ飛んでる。これ今、さっきよりも内容は良くないですよ。スピン量ちょっと多いし、ちょっと球上がりすぎてるし、はい、まあ、コースでいうところの、なんていうんだろう、球は上がってきれいに飛んでってるんだけど、こうランが出ないような球で、あれぐらいの距離組んで、はい、もうだから高さとスピン量は落ち着けば230ちょっとぐらいまでいくような、ちょっとハードスペックな方向です、今のクラブに比べて。振った感じそんな重くないんだけど、重くない、不思議、意外と持った感じちょっとだそうって感じ。やっぱヘッドスピードが、まあ、1とか、まあ、2いかないぐらいは確実に上がってるなっていうのはこの比率でありますよね。なんか急にさ、
違う、なんかおもちゃみたいな、おもちゃ持ってるみたいな感じなんですけど。今これ若干先目。はい、いつも先に当たります。若干先目ですよね。はい。でこの当たった後にちょっとフェースが、あ、そうなる。これが少しシャフトとかで改善されれば、まあ飛距離にも、要はサイドスピンも。これなんでこうなるんですか。まあ俗には当たり負けっていうような動きなんですけど、まあ2個理由があって、はい、まあスイング的な手の使い方の要素と、うんうんうん、そもそもシャフト自体の挙動がこういう動きをしやすいかどうかっていうのが、よくなるんですよね。こうやって動画でよく撮ってて、私のヘッドナイスショットしてもあっち向いてるって。これドロップしてチーピーになったりするんで、これ動きが強すぎると、要はラウンドっていうのがヘッドにはついてて、ロールとバルジの関係っていう、要は先っぽに当たったらボールがフック回転かかる、はいはいはい、ヒルに当たったらスライスで回転かかる、うんうん、こうやってラウンドがついてるんですけど、それがやっぱ当たり、こっちに当たるとフック回転が強くなるので、そもそもフック打つ人が先っぽに当ててフック回転かけてしまうと、こうダブルフックのチーピーになってしまうっていう、これバランス変えることによって少し改善もできるんです。ちょっとこう芯寄りに寄ってきたりとかもする。重たいとヘッドってこう重さに負けて遠回りをしたがるんですよね。軽いと手でコントロールするから、こう近いところとかを通しやすくなってしまう。だ振られて遠回りをするぐらい、まあ、ちょうどいい逆に重さにしてあげると、先っぽに当たっているのが少しこっちに行く。これが度が過ぎるとヒールにしか当たらないとか、上下もあるんですけど、軽すぎると下に当たる、重すぎるとちょっとテンプラっぽくなりやすくなるとか、そのヘッドのバランスは意外とその辺で左右するので、はい、ちょっとこれでバランスを調整してみて、はい、打って向上、打って向上、これができるからね、便利なんですよね。メンズだとオーバーだし、レディースだと軽すぎて、シニアもちょっと違うって言われて、うん、まあなんか難しいね、クラブって言われて、そう結局そこで止まっちゃうじゃないですか、はい、なかなかね、そこがなんて言うんだろう、ジクラブ屋さんの面白さ。もうほんと細かい、こういうちょこちょこしたところから、そのクラブ組む人もマニアックだから、このクラブの刺す方向とかもあるんですよ。こっちから刺したり、こっちから刺したり、こっちから刺したり、こっちから刺したりっていうのが、まあそういうのが、まあ、できるんで、ジクラブ屋さんとかこういう工房があるところでは。そこでいきましょうか。お、できました。バランスをワンポイント軽くしました、うん、そのクラブワンポイント、なんでこっちにちょっと近づきました。はい、ちょっとこう触れる感じが出てきてるんで、これを、いや、あ、まあ、ここはゲスで OK。 じゃあそれで、はい、なるほどね。いつもだったらもっと老けてるのにって感じですよ、ね、まあでもちょっと先っぽに当たってるんで、ちょっとバランスもうちょっと重たくしたいとこだけど、そっち行きます。お、なんか新しい感じのボールが出た。いいですね、距離。調子がいいときはボールの質的にはドロー。調子悪いかフェード。今日はフェードっぽく来てますね。はい。いろんな、まあ、長さと重さとバランスを試して、2つの種類に最初絞られて、その後その2つの中から、まあ、1g 単位とかでヘッドを軽くしたりとかってあったんですか。
はい、あります。でなかなか、まあ、さっきも話したんですけど、私のスイングとかスイングスピードとかパワーとか筋肉で考えても難しいんですよ。メーカー既存のクラブでいろいろやるのが、だいたいヘッドが重いとかシャフトが硬いとか、なんか、まあ、文句ばっかり言ってるみたいになっちゃうんですけど、でも、まあ、G クラブならではのその1グラブ単位でヘッドを軽くするとか、そこをやってもらえたのはすごい大きかったかなと思います。あとよくあるオーバースペックでフィッティングされることが多いんです。初めてこうあんまりこうオーバーじゃないスペックのフィッティングだなって正直自分では思ってます。ヘッドスピード見られて S 振れるとか、でも私触れないですよ、どうしても何回もトライしても触れなくて、まあある程度その来ていただいた方にはお話も含め、クラブ自体のその考え方だとか、自分はどういうタイプなのかなとか、まあ実際お持ちいただいているクラブのスペックも測って、その辺のお話もしっかりしてフィッティングに入るので、まあそういう意味では極端に違うところのスペックっていうのは打っていただかなくても、まあ思っているよりも手軽にフィッティングっていうのを受けていただけるのかなっていうのも一はあるので、はい、あと実際にねデータ上はキャリーに出てます。そうですね、ヘッドスピードがまず1から 1.5 ぐらいアベレージで上がってるので、1上がるって結構やっぱ大変なんですかね。ある程度やりきってる、長くゴルフをやってらっしゃる方とかはやっぱ1上がるのは結構大変な作業にはなってる。まあ、でも女性の場合とかはやっぱり選ぶ選択肢が、クラブで選ぶ選択肢が少ないので、 うちみたいなところに来ていただくと、まあそれぐらいは変わってくるかなっていうのはよくあります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、でさらに何かあるらしいですね。そうですね、せっかくなんで、はい、吉羽プロモデルもちょっと意外と触れます。本当ですか？意外と触れちゃう。だって X ですよね。 X なんですけど X を感じないです。またこれ信じてないかもしれない、まあ、あともう一つ、X、その、はい、ものすごい世界最軽量の方法、そっちがすごい気になる。そうですよね、うん、両方とも大好きなんで、じゃあちょっとまずは絶対無理だと思う吉羽さんのドライバーを振ってみたいと思います。どうだったろう。皆さん、おまけコーナーです。なんと今回はですね、フィッティング史上初のプレゼントがあります。すごい太っ腹です。じゃじゃん、これ何ですか？これはグリーンフォークですね。あ、これグリーンフォークなんですか、はい、すごいおしゃれ。マーカーがこうパチッとつくんでグリーンフォークと一緒に2丁と。あー、なるほど。これを、1名の方にプレゼントということで、今回はあの10名、はい、すごい、これ10個もプレゼントしていただけることになりました。このプレゼントの応募方法はですね、概要欄の方にアンケートありますので、そちらを参考にどんどん応募してください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。すごーい、どんどん応募してください。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。